こんばんは、こんにちは。いつもご視聴いただきありがとうございます。本日は、最近ありがたいことに、インスタの DM だったり Facebook のメッセージだったり、ちょっと問い合わせをいただいて、それについて、回答できればなと思っております。その中で今日は骨盤が足が前に出ないという話で、どうやったら出れますでしょうかということだったので、それについて、解説動画入れていけばなと思います。股関節が前に出てくるやり方をちょっと2つほど、紹介したいと思いますので、最後までご視聴ください。それではどうぞ。はい、それでは、骨盤が前、あちら方向に流れる骨盤が前に出てくるようにするための、トレーニング、一つ目、まず、股関節、こういう肩幅に開いていただいて、で手の甲を外に向けた状態でこうブランブランってやってみてください。で肩のレベルまで上げて、で壁、こちらに壁があったって壁につけるような感じでこう壁につけるっていう状態でやってください。多分股関節って入らないと思います。股関節入るとこういう状態にいかないと思います。そこをやるために OK ですよって、親指と人差し指をつけて、でなおかつここになる時には手の甲を前にして出します。で自分の太もも、左のももより先に行った時に手のひらを見せる、手のひらを見せる、そっちにですね、いきますよ。この状態で振って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 、左足の前に行った時に手の甲を見せる、見せる、見せる。どうでしょう、先ほどやった見せない状態で手の甲を前に出してこう、ひねったりしてもですね、どうでしょう、こういう OK にして、手のひらを外に見せる、この状態ですね、この状態を作ったら、股関節が入ると思います。はい、じゃあ股関節が2つ入る2つ目です。これは道具を使います。こういう鉄バット、鉄バットですね、こういう重たいものを使って下でランブランランブランしてもらいます。でバットを向こうまで放り投げると、放り投げるっていう状態を使ったら、逆に重たいので遠心力でこう動いていって股関節が入るんじゃないかなと思います。こういう機材、バット、鉄バットとかなければ、先ほどの本当に OK 握っていただいて手のひらを外側に見せる、それで多分股関節入ると思います。骨盤が入る方の最終フィニッシュ、投げたんです、ボールを投げてこうはならないんじゃないかな。股関節が入るときってこうブラッシングして手の甲が前だったりするんじゃないかなと思います。だからフォロー投げた後っていうのは、やっぱり股関節が入らない要因ではあると思いますので、そこフォローを見ていただければ、ああ入ってないんじゃないっていうことで、フォローをこういう形にすればって言ったら感覚的に分かるようになるんじゃないかなと思います。ぜひ試してみてください。以上です。